だんだん水温が下がるに従ってボラが背中がカビてくる、白くカビてくる、カビボラっていうやつが増えてきます。でね、そのカビボラパターンのシーバスゲームをやりに行きました。でやはりモンスターフィールド、ランカーフィールドなので大きいシーバスを取りたいっていう思いはあります。だけどそれより何よりも俺たちが地元でやってるミナッコパターンとカビボラパターンが何が違うのか、そういったことをね今回は体験したいです。